皆さんこんにちは。現在海外住している31歳でファイナンシャル投資家です。今日の12月9日木曜日のクリプト仮想通貨とストックス米国グロス株のニュースを簡単におさらいしていきたいと思いますけれども、まずグロス株ですね。昨日の反発を見てからですね、今日も実際に反発していくと、昨日今日というのは一昨日で昨日のことなんですけれども、反発してきているので、このですねキャンドルとヒゲを見てみると、うまい具合にですねこの反転するキャンドルのプライスアクションが見えているので、このままですね反転していってくれればなと。いずれこのレジスタンスのですね下降ウェッジのレジスタンスラインでまた跳ね返ってバウンスすると思うんですけれども、とりあえずですねこのクレイジーな先週金曜日の、売りですね、思いっきりの投げ売りみたいなところは終わってほしいなと思います。で今日の、クリプトなんですけれども、基本的には、少し昨日下がったんですよね。で下がってからのまた少し反発があって、結局プラマイで少しほんの少し下がってる状態な感じです。なので、ビットコインが49,500ドル、イスイレムが4,300ドル、昨日とほとんど変わってないですね。で、ソラナが190、この変わっておらず、カルダの 1.37 少し下がって、ポーカドットが28で少し下がってる。で、テラが74で 10% の上昇ですね、これですね。で、その他にも強いのがですね、アバランチは91ということで、そんなにです上がってない状態ですが、ポリゴン、このですね、5% 下がってますけれども、今週ですね、7% の上昇、テラと同時にですね、2人勝ちの状態で、それは特に変わってない状態です。そしてですね、今日のフィアとグリードインデックスなんですけども、29ですね。昨日が28で、今日が29ということで、ある程度こうですね、ローアローを記録してから、一応、プルバックはしますけども、ここからまた下がる可能性もありますよね。これこういう感じで、ダウントレンドの、レジスタンスラインを引くこともできるので、これでいきなり、じゃあこれでもうバウンスしたから終わりという可能性もなく、この時バウンスしましたけども、結局そこからですね、ローアーハイを記録しますよね。ここでハイアーハイで、ローアーハイ。ということで、ずるずる下がっていく可能性もあるということで、それが一応ですね、ideal、理想なシナリオだと個人的に思ってますので、こんな感じです。昨日ですね、下がったと言ったのは、これですね、この辺でぐっと下がったんですよね。で、昨日の動画の後に、この上昇ウェッジのですね、チャンネルを引いたんですけども、今こんな感じで動いてますと。で、この動画、昨日の動画の後にはこんな感じだったんですね、実は。で、平行線だったんですが、下がってきたということで、じゃあ後出しでちょっと広げちゃおうということで広げると、今こんな感じで。で、上昇のウェッジで、ここをサポートラインで跳ね返ったと。この時もですね、下がったかなと思ったら跳ね返ったと。で、結局上がったんですね。で、上がったかなと思ったらこの下がってきて。で、下がったかなと思ったら、ついに来たかなと思ったらまた上がって。で、ただまた今同じところぐらいまで下がってきているので、もうしばらくですね、停滞というか、レンジでぐずぐずしながらの、ようやくですね、17日前ですね、今月の中旬ですね、中旬ぐらいにはもう少し綺麗に下がってくるようなところまで、もう少しね、あと3日ぐらい、今週末どうなるかすごい気になるんですけれども、こう下がってきた場合にはもう買い準備入れるといった方がいいのかなと思いますけれども、その後ですね、ズドンと下げる場合もありますので、買い急ぐのも危険かなと。危険ではないですけれども、長期的ホドルに対しては危険ではないですけれども、ドンピシャで当てたい人はですね、ペイシェンスですね、待つのもゲームですよね。そして、これがイフィリアムなんですけど、完全にこれがレンジ相場ですね。昨日とほとんど変わってないと。もう200日と50日ムービングアベレージもぴったりくっついている。ここ磁石にですね、しばらくは動かないでしょう。はい。で、これがですね、ビザに関するツイートなんですけども、40% of Bitcoin owners will change banks to one that offers Bitcoin related products in the next 12 month Visa survey ということで、ビザが行ったサーベイによると、カスタマーの 40%、サーベイを行った 40% の人は、向こうの12ヶ月ですね、何かしらのビットコインのサービスを提供している銀行に移りたいというふうなサーベイの結果が出たということで、これがサマリーなんですけども、Visa, every financial institution will need a Bitcoin strategy ということで、あれですね、ファイナンシャル系の、ファイナンス系の会社はですね、ビットコインなりとか仮想通貨に対するインテグレートするサービスが必要ですよという、そのような動きになってきていますよというようなツイートです。そしてこれがソラナですけれども、下降ウェッジのトレンドの中で、特に動いてない状態で、ボトムに近い状態ではいますよね。これはボトム1回、2回、3回、4回、5回。で、もう少ししたら下がってくるのではないかなという感じです。で、これがポーカドットですね。ポーカドット、昨日のこの、50日ムービングアベレージ、結構スペースを残しての反発をしてから、また下がってきているので、これをですね、どう見るかですよね。逆にインバースのヘッド&ショーダーパターンというふうに見えなくはないですよね。ただ、ここでこういうふうにしたとしてもですね、ここでインバースを引いたとしても、じゃあこれブレイクアウトするのかというと、正直違うのではないかなというふうに思いますから、いくらですね、テクニカルなんですね、パターンがあったとしても、それはですね、こうやってやったとしてもですよ。じゃあ長期的にはもう完全に下降を止めるんですし、50日ムービングアベレージブレイクアウトもしないですから、で、まずダブルボトムもまず形成、ここをダブルにしたとした場合はダブルですけれども、トリプルボトムを形成するような形になってくると思うので、このインバースヘッドショルダーパターンは多分プレイアウトはしないのかなというふうに個人的には思います。そしてこれがサンドボックスですね。この下降ではないけれども、そうですよね、ディセンディングトライアングルの赤のところですね、三角形でこう、だんだん狭まってきている状態ですね。で、これがうまい具合にですね、このレジスタンスラインで反発しても下がってきて、でしかもこの黒い、レンジ相場のレジスタンスをサポートの中で狭い動きをしていて、いずれですね、
ガツンとブレイクアウトすると思うんですよね。でそのブレイクアウトがこの青いこの矢印のようにこの辺からブレイクアウトする可能性もあるし、下側に行く可能性もあると、まあ、ただまあおそらく長期的に上側だなというふうに思うので、じゃあどこで反発すればいいと、まあ、可能性が一番高いのはこれですよね。この赤のトライアングルのサポートと黒のサポートラインでだいたい 5.0 が強い強化線になっていると思うので、この5ぐらいですね、もしかしたらこう1回 4.6 タッチを攻撃に減するかもしれませんけれども、まあ、この辺からの反発は当然あり得るかと思います。はい、ではですね、もろもろニュースを、触っていきたいなと思うんですが、昨日話したですね、オープンシー、NFT を、買いとかセルするエクスチェンジマーケットプレイスですね、の、CFO がもしかしたら IPO したいと言ってたんですが、これがですね、Walks back on IPO plan following community backlash ということで、まあ、コミュニティがですね、反対したので、このプランに関しては、IPO のプランに関しては、Walk back ということで、あ、やっぱやめますみたいな感じで話したということですね。でこれがまあユーザーのまあコンプレインというか、Just another reason why I cannot wait for Coinbase NFT. If we're using corporate vehicles, we might as well use the one that won't go down three times a week. まあ、IPO した場合、まあ、値段が下がってしまうとか、まあ、もろもろあるんですよね。で次はこれですね。1.5 billion in Bitcoin options expire on a Friday, but data points to a sub 55k Bitcoin price ということで、あれですね、フューチャーですね。で、1.1 billion なので、まあ、1500億円ぐらいが今週の金曜日、つまり明日ですよね、expire して、まあ、ミディアン、平均のプライスの、まあ、予想しているプライスが 5万5000ドルということで、まあ、これですね、チャートで見せたいと思うんですけれども、これですね、Open Interest by Strike で、これが、明日ですね、10日の、金曜日。でここがマックスのペインポイントが5万3000ドル。で、そこからまあ下に予想する人はですね、まあ、プットで4万4000とか、上だと6万4000とか、7万もありますけれども、まあおそらくこの辺ですよね。今週末はどの辺になるか分からないですけども、まあでも5万3000も少しちょっと高いかなと、今日のチャート見てる限りでは、今ちょうど、4万8000ぐらいですよね。4万9000か。で、ここはですね、このウェッジの、サポートライン、崩れてきた場合は、このまま下げていくと思うので、4万8000、4万7000あり得るとは思いますけれども、基本的には結構みんなは高い値段をですね、予想してたようですけれども、まあ今回はほとんどの、トレーダーはですね、この今週末有効期限のトレードに関しては、お金を失う人が多いでしょうということです。で次がです。Binance Singapore Arm acquires 18% stake in private stock exchange ということで、Binance は、一番大きいクリプトのエクスチェンジなんですけども、それがシンガポールのですね、ブランチが、プライベートのストックエクスチェンジの 18% のステーク、つまり株のポーションを取ったということで、まあ、そのまま、まあ、合併に至るのかよくわかんないんですけども、まあ、それとも、まあ、合併した後に、まあ、クリプト仮想通貨の部分もですね、一緒にサービスを提供するのかわかんないんですけども、まあ、バイナンス一番でかいですから、まあ、どんどん合併というのは全然あり得るかと思います。一番大きいのは違いますね、バイナンスではないですね。コインベースが一番で、2番目が今 FTX で、3番目がグリーンのアップビット、知らないですね。で、紫のがクラケン、5番目。ビットフィーネックス、あれ、バイナンスどこに行ったんですかね。バイナンス1番だと思ってたんですよね。バイナンスが、ここに、これですね。クリプトオンリーエクスチェンジマーケットシェアが正解なやつかもしれません。これで見てみると、まあ、トップがバイナンス、次がコインベースかなと思うんですけれども、OKX が。まあ、だからカテゴリーがちょっと違うんですね、ランク付けの。これで見てみると、クリプトオンリーエクスチェンジボリュームで見るのではなくて、ユーザーで見た方がいいと思うんですけど、バイナンスがまあトップレベルですね。で、まあ、その後、まあ、その後に、crypto.com とか、Coinbase、Kraken が入ってくるかと思います。まあそんな感じで、この辺でこれはいいでしょう。で次のニュースですけども、これがまた面白いなと思ったのは、まあ、昨日のニュースで Google の元 CEO がうんちらかんちらって言った通り、今度はですね、Amazon ですね。Amazon backs Works Blockchain Collectibles Platform called Dibs ということで、Dibs という、Collectibles のプラットフォーム、つまり、こういうカードですね、ポケモンのカードとかあるじゃないですか、こういうコレクトする、でそれでプレミアム価格がつく、でスポーツのカードとかありますよね、MLB とか、バスケットボールとか、でそれを今度はNFT とインテグレートしちゃおうぜっていう風な動きになるかもしれないというところなんですね。このマーケットプレスの Dibs、Dibs Powered by Wax Blockchain ということで、まあ、ブロックチェーンに関連する、まあ、ウェブサイトがこれのようですね、Dibs。でこれに対して、まあ、例えば、まあ、NFT か、まあ、ミンティングとかして売るようになるとか、そういうことができる。でそれに対して Amazon がこのですね、サイトをですね、バックすることで多分、おそらく投資を、まあ、ポーションしたのではないかなと思いますけれども、まあ、それ以外にも、まあ、注目すべきはですね、The top of mind farms are often Elon Musk, Tesla, Michael Saylor's MicroStrategy, or Jack Dorsey's Block, formerly Square, or formerly a Twitter CEO. Even Shopify has expressed a desire to integrate NFT support on a platform ということで、結局、インダストリーの流れはというのはですね、結局は NFT とか、クリプト仮想通貨とかをインテグレートしていくと、つまりゲームの中で NFT を使って買うとかですね、例えばウェポンとかヨットとか買うとかっていうニュースで以前紹介した通りですね、それと一緒に、まあ、Shopify の中でも、例
例えば NFT、自分の NFT を売れるようにするとかですね、例えば OpenSea だけではなくて、もしくは Amazon でも買えるようになるとか、まあ、そういうふうな、まあ、インテグレートがどん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 されていくと。まあ、テスラでもですね、テスラのタッチパネルのディスプレイがあるじゃないですか。で、その中で、例えば NFT のマーケットエクチェンジで何か買って、それをどうにかするっていうのも、まあ、アイデアとしてはなくはないということで、いずれにしてもですね、仮想通貨と NFT はどんどんインテグレートされていくというふうになりますし、それとゲームのですね、メタバースが入ってくるので、メタバースと NFT の関連性というか、このインテグレートのしやすさというのは結構高いので、親和性は高いので、どん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 マーケットキャップはこれから上がっていくというふうな状態です。で、それと全く似たような話なんですけども、TikTok uses Ethereum Layer 2 solution to drop its first NFTs collection。 さっき言った通りですよね。結局インテグレーションなわけですよ。つまり TikTok の例えば動画をですね、 NFT 化してそれを売ると。で、売るためには例えばブロックチェーンのテクノロジー必要なので、まあ、Ethereum Layer 2 solution を使って NFT のコレクションをですね、 TikTok の中で売るのかもしれませんし、まあ、それも IG ももしかしたらインテグレートするかもしれませんし、 WhatsApp がするかもしれないし、まあ、どん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 出てくると。いずれ YouTube もそうなるかと思うんですよね。まあ、そういう感じです。まあ、そういう流れになってくるのではないかなと個人的には思います。はい、ということで今日はですね、この辺でニュースを終わりにしたいと思います。今現在サブスクライバーが3300人ですね。今月末で5000人行きたいところです。昨日の動画がですね、3300ビューぐらいまで行きまして、これですね、で、ライクディスライクレーションが 98% ということで、118のライクと2のディスライクということで、皆さん応援の方本当にありがたく思います。ということで引き続きですね、アルゴリズムのためにライクとコメント、サブスクでの応援よろしくお願いします。